何かあれば連絡してくれ。メイク、大丈夫？車両は無事降ろした。少し進めば見つけられるだろう。しかし、攻撃が激しすぎる。一時退避する。了解、ありがとう。シア、ウェイクを先遣としてブラックホールに向かわせた。衛星によると風速が増大している。注意しろ。船長官、了解です。どこにいる？無事に着いたわ。よし、道の突き当たりを左に向かえ。車両が見つかるはずだ。あれが車両ね。まずは周囲の敵を排除しないと。船長官、車両を手に入れました。よし、川沿いに進み山を登れ。その先に工事中のトンネルがある。嵐の影響ではっきりと確認できないが、それを抜ければブラックホール近辺に到着するはずだ。船長、敵の装甲車に狙われていますね。車両には移動式タレットを搭載している。それで敵を殲滅しろ。落石にも注意しろ。
すんだ。グラップルで上に行けるはず。
片が散らばってる。建物から妨害電波を探知した。現在の位置は？周囲に大量の岩が浮かんでいます。引き続きブラックホールに吸い寄せられています。了解。ウェイクとは未だ連絡が取れない。何かあれば連絡する。雪が降るなんて。チェン長官、広場に到着しました。木造の建築物が見えます。これは肩空格だな。妨害電波の発生源もそこだ。すぐに調査しろ。建築物。了解、向かいます。だが手遅れだ。
この高校浸水を世界に注ぎ切るとブラックホールが世界を変える。そんなことで世界が変わる、ふざけるな。最後まであがいてみろ。久しぶりだな、シア。まさかこんな形で会うとはな。
もう少しで高校浸水が空になる。注ぎ終わると新しい世界が誕生する。そして私が新世界の王となるのだ。誰か、いや待ってろ、今助ける。ジン、ダメ。次のニュースです。本市から20キロ離れた地点に巨大なクレーターが突如出現しました。専門家は小惑星が衝突したクレーターではないかと推測しています。内部ではさらに古代遺跡らしき建築物が発見されており、皿のようなものを含め未知の化学元素も検出されました。現在専門家がサンプルを持ち帰り調査を進めています。新しい情報が入り次第お伝えします。